グルージャボールをキープしている。オルサスルーパス、森田が折り返してシュート、決まった、追いついた、梅内が決めた、梅内が決めました。後半の40分を過ぎたところ、同点ゴール、梅内2点のリード、追いつきました、グルージャ盛岡。